ご視聴ありがとうございます。今回は展示動画になります。あみあみさん展示になりまして、フリューさんで推しの子愛7分の1スケールフィギュアになります。よかったら見ていてください。はい。ということで、今回はですね、まあ、今期でもトップクラスに注目されているアニメ、YouTube でもオープニングアイドルがもう全く関係ない内容でもショートで使われまくっておりますが、私も参戦したいところです。はい。まあ、そんなわけで、話題ということで、もうフィギュア化にもなるみたいです。で、ご安心ください。内容には一切触れません。触れづらいですよね。もうやめておきましょう。はい。で、愛のフィギュアは、すでに角川さんも予約が始まってますので、まあ、アニメもまだ6話ですが、もうすでに2体予約が始まっている状態です。早いですよね。で、まあ、今回はフリューさんの愛になるんですが、角川さんとは衣装が違うみたいですね。このフリューさんの方がよりシンプルなデザインになってると思います。で、まあ、やっぱりアイドルフィギュアっていう風になると、まあ、ゲーム系ですとかオリジナルの衣装でのアイドルバージョンのフィギュアとか、そういったものと比べるとかなりシンプルめですよね。まあ、原作漫画ですし超複雑な衣装とかさすがに難しいですよね。でもこれはこれですごい良さがありますよね。あの服はこれあえての光沢塗装なんでしょうね、まあ、かなりテカテカした見た目になっております。でスカートなんかも大きめのラメのようなデザインが入っていてすごい綺麗でしたね。でしかも二重なんですよね、で、まあ、ただパンツじゃなかったみたいですね。はい。で、まあ、このキャラの個人的な感想なんですが、フィギュア化めちゃくちゃ難しそうな気がするんですよね。もともと瞳とかもう意味不明レベルで細かいですし、髪も部分的にピンクのラインが入っていたりとかなので立体化すごい難しそうだとは思ったんですが、まあ、今回のフリューさんのもアイプリとかもすごい細かかったですし、髪もクリアパーツみたいで毛先とかハイライトなんかピンクになっていて見た目がとても美しかったです。で値段もシンプルめなだけあってか定価が 19,580円なんですよね。で販路も限定ではないみたいですので 17,000円前後とかそれくらいで予約できるみたいなのって、まあ、結構安いですよね。もうほんとこれくらいの値段のフィギュアが増えてくれたら嬉しいなと思いました。はい。でまああとはどうですかね、今後もフィギュア化たくさん来るんでしょうか。あの重曹を舐める天才子役出てほしいですよね。あの特にデフォルメの方の立体化を期待しております。まあ、でもさすがにまだ出ますよね。で今後もですね、まあ、角川さんを含め展示の機会なんか見ることができましたら動画にもしていきたいなと思ってますので、よかったらぜひまた見に来てください。お待ちしております。はい、では以上になります。今回はフリューさんで推しの子愛7分の1スケールフィギュアの展示でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。